どうも、久保です。久しぶりです。年末になるとね、少し治療の方が立て込んでしまうんで、どうしても遅くなったんですけど、まあ YouTube 始めてもう2年目、うんかな、もうそのぐらいなんですけど、継続することこそ価値あるんで、また続けたいんで、また今日ちょっとやりますけれども、よろしくお願いします。美容外科ってね、とてもいい医療だと思うんですよ。なぜかっていうと、人をその幸せに貢献するっていうかさ、ね、別に病気あるわけじゃないけれども、やっぱりコンプレックス解消したりすると、より健康度、幸せ度か、ね、上がるんで、とてもいい医療なんですけど、まあ、今更だけど、いっぱいあるんですけど、注意しなきゃいけない。今回ね、若い人、まあ、18歳とか20歳とか、まだ人格形成が、まあ、されているというか、途中の人、そういう人たちの、美容外科治療で受ける注意点を述べたいと思うんですけど、なんでかというと、この間ね、僕ね、ランニングマシンで走ってる時ってね、テレビ見ながらやれるんですよ、ジムのね。その時に、18歳ぐらいのね、若い女性が、その美容整形受けたっていうことで出てたんだけどね、正直ね、走りながらね、もうびっくりしたんですよ。なんでかというとね、まあ、悪魔に取り憑かれたみたいな顔っていうか、まあね、何やったのかって、まあ僕が見たら分かるんだけれども、とにかく、例えばですよ、目が大きくなりすぎとか、鼻が細くなりすぎ、顔がね、骨切りとかそういうので細くなりすぎ、そういうね、やっぱりね、過度にやると、不自然だけじゃなくて、やっぱり悪魔的な顔になってしまう。それがね、やっぱりね、若い子ってやっぱりその過剰な期待とか、まだ本当に美しいものが何かとか、あと自分を客観的に見ることができないっていう要素、僕もね、人のこと言えないんだけど、若い時そういう要素あったんですよ。なんで物事に対してすごくね、こうなんて言うんだろう、こう極端に走りやすい。特にそうじゃないですか、よくね、18歳の若い子飛行に走ったりとかってね、ちょっと大人から見たらどうしてなんだろうと思うけど、そういう風に突っ走り気味なんで、そういうことでね、やりすぎてしまうことがあるんですよ。で、皆さん多分裸の王様っていう動画聞いたことあると思うんだけど、これすごくね、なんていうの、示唆に飛んでるというか、まあこの話簡単にまとめるとね、王様がなんか詐欺師に騙されて、その愚か者には見えないね、こう服装を着て、洋服ね、これは愚か者には見えないけどって、何も本当は服着てなかった。それで裸のままパレードしてたんだけどね。そこにいる聴衆たちは、詐欺師が愚か者には見えないって言ったのために、自分が愚か者ではないっていうことを隠すために、みんな誰も言わなかったんだけど、素直なね、子供だけが、なんで王様は裸なのって言って、みんなその時に気がついたわけですよ。ああ、実はそれは嘘だったんだっていうことでね。それで、なんていうの、それがこう、ね、誰にも言えなかったわけですよね。愚か者だって思われたくない。それと同じですね。なんで、みんなそういうね、若い子で、すごく顔がね、容貌が変化してしまった人に、あなたちょっと、すごい顔になってしまったねとか、おかしいよとか、もう言えないわけですよ。やっぱりその人に気遣って。それと同じことが起こりかねない。だから、やる前に、やっぱりね、やる美容外科も、やっぱりさ、適正な美容なんていうのがお金儲けとかそういうことのために食い物にするんじゃなくて、やっぱり将来あるんでね、まあある程度も年取ってね、もうあれだっていうのはまだし、もうまだ18歳でこれからじゃないですか。そういう子がもうどうにもならない、そういうね、骨なんか切ってしまうと、正直治すこともできないです。ということで、やっぱり方向づけてあげるというかね。なんで、今回のまとめなんですけど、早速、若い子はやっぱり我々ね、それを扱う、治療する側も注意しなきゃいけないし、その若い、問題なのはね、18歳がもうね、成人になってしまったということなんですよね。で、自分で今まではね、親の同意書がなかったら、手術って受けれなかったんだけど、今や自分でもう同意書買い、同意書いらないですよね。それで自分でアルバイトしたお金で市場に来ますから、でもそういう時に、やっぱり、そうですね、本人に注意しろっていうんではなくて、やる側がもう少し、その、道徳感というか、正しい美意識を持ってやるべきだということです。そうですね、こう、そういうね、顔にはしないし、うちにはまあね、こんなことそういうお客さん来ないんだけど、なんでかっていうと、うちアンチエイジングなんで、僕のやってるのは、顔を変えるんじゃなくて、A さんが B さんになるんじゃなくて、A さんは A さんのままだけど、A さんの若い頃に戻す、もしくはその A さんが一番いい状態を長く保つっていう、そういうことをやってるんで、来ないですね。それで、もう一つやらない理由はですね、実はですね、僕がやったお客さんたちって僕の、看板になるというか、広告塔になってくれてるわけですよ。だってね、うまくいった人のお友達とか、ご家族とか、兄弟って来るわけじゃないですか。だけど、そういう顔を作ると、まあ、正直、裏で、一体あの手術誰がやったんだろうねとか、
どこでやったんだろうっていう話必ず出てるんですよ。それで万が一そういう顔を作って僕の名前が出ると、それはもうね、非常にね、自分のその首を絞めることになりますよ。なんでかっていうと、そういう顔を見て一般的なね、あの美意識持ってる人だと、ああいうふうにはなりたくないって思うわけですよ。だからそういう顔を作ったりね、極端なことをすると非常にリスクがあるんで、そういうことはやりません。あとはやっぱりね、あの若い人にさっきも言ったけど、道徳心とか医者デリカシーっていうのがあったら、お金よりも全然大事なことってありますよ。やっぱりね、そういうものを優先すれば、そんななんて言うんだろうな、不必要なっていうか、やりすぎるようなことは決してしてはいけないんで、やりませんね。あとはでは、なんで若い人がそういうことをするかっていうことなんだけど、さっきね言ったようにね、若い子っていうのはちょっとその突っ走りがしり、メンタル的にも不安定なんで、なんとなく変身願望とかそういうの強いんで、でもそれは大人として長く生きた方が戒めるとか、本人に気づかせてあげる、ちょっと叩いて、肩を叩いて、あのねって、うん、美しさってどういうものなのみたいな、そういう話から本当はするべきなんだと思います。今日はこれぐらいにします。ありがとうございました。